かな。リンは？リンも何でも好き。ハードルとサッカーは特に自信あるにゃ。アイちゃんとリンちゃんも仲良しになったね。ああもう、次の勝負行くわよ。次の勝負ってなんだっけ。次もスクールアイドルに欠かせない能力を競ってもらうわよ。6回戦音楽知識対決。ここはやっぱりマキちゃんだよ。リンちゃんの敵討ちやね。頑張ってね。マキちゃん応援してるにゃ。敵討ちって仕方ないわね。まあやるだけやってあげるわ。負けたままは私も悔しいし。分かってると思うけど、あんたが出るのはなしよ。あんたは虹ヶ崎側の人間だけど、スクールアイドルではないんでしょ。そこまで言うことないじゃないですか。けれど、それならどなたを代表にすべきでしょうか。実は私も音楽知識と聞いて真っ先に先輩を思い浮かべてしまって。ではここは私が。私もスクールアイドルとして音楽に関してはそれなりに勉強してきました。ここで実力を測るのもいいかもしれません。うん、せつなちゃん頑張ってね。頑張って。勝敗はどうやって決めるの。ペーパーテストでもやるわけ。それも考えたけどね。今回はズバリピーンとひらめけイントロ早当てクイズに行こう。はあ？今から音楽プレイヤーの中に入ってる曲をランダムで流すから、歌詞が始まる前に曲と歌手の名前を答えてもらうわ。ちょっと待って、音楽の知識を競うんでしょ。それなら音楽の歴史とか作曲の技法とか。いいえ、マキさん、曲名や歌手名も立派な知識です。曲の分析も歴史の研究も曲を作る人、歌う人がいるから進められるのです。なかなかわかってるじゃない、結城せつな。マキ、始めていいかしら。わかったわ。私だって有名な曲や音楽家の名前は一通り覚えてるし。やってやろうじゃない。流す曲は全部で5曲。先に3曲答えた方の勝ちよ。じゃあまず1曲目。はい。え？はや？え？短すぎて曲っていうより音って感じだったんだけど。本当に分かったの？もちろんです。歌手名はミントチョコ、曲名は貫き通せ愛のプライドです。正解。チョコ？スクールアイドルが誕生して間もない頃に結成された3人組のスクールアイドル。ミント味のチョコがお店から消えるほど大人気だったんだって。さすがかよちん、何でも知ってるにゃ。ねえ待って、まさか出題される曲って。勝者、結城せつな。ありがとうございます。3曲全部1秒以内に当てるなんて、あんた相当ね。気に入ったわ。ニコさんこそかなり深くスクールアイドルのことを理解しているご様子、ぜひ一度語り合ってみたいです。仲良くなった？
やっぱり一度勝負すると仲良くなるものなのかな。なんで流すの全部スクールアイドルの曲なのよ。マキちゃん落ち込まないで。かなりマニアックな曲もあったし、わからなくてもしょうがないというか。クラシックだったら絶対買ってたのに。どんまいどんまい。でもマキちゃんがアイドルソングを速攻で当ててたら、それはそれで面白かっただろうな。これからはクラシックだけやなくてアイドルソングもみっちり聴いたかね。そうですね、歌には流行が現れますから、最近の歌を覚えて研究するのも曲作りに役立つはずです。海までもう意味わかんないわよ。